はいどうも皆さんこんにちは、サオでございます。本日はミトラスフィアやっていきましょう。でですね、今日はペフンのレベル2の攻略プラス、ペフンは一体何のイベントなのかっていうのをね、解説していったらいいかなって思います。まあまずこのね、今週の月曜ぐらいまでだったんですけど、イベント期間が、なんと伸びまして、メンテの影響で、メンテの詫びで伸びて、突しやすくなったか。防具をねゲットするクエストになってます。まず0レベ、1レベ、2レベってあります。で0レベ、こちらね、ミトラスフィアにはね、周回報酬というものがございます。でこちらにはないので、一旦後回し、防具落ちないですね、ここは0は。でここでね、戦闘力1万で、レベル1、戦闘力1万5000で、レベル2に入ります。で適正の戦闘力はレベル1、1万で入れるんですが、1万2000から3000ぐらいあればオートでもゲット、周回できるかなって思います。で、何落ちるか分かんないんですよ、これ。ただ、この詳細見てもらって、防具がありますね、このレインボーの。こちらが落ちるものです。マントと、この勲章みたいのが、ここでは落ちるんだなって確認できます。今後もね、何がドロップするのか分かんないときは、ここで判断してもらえればいいです。で、レベル2だと、防具と、兜と、下ですね。防具とじゃない、上下の防具と、兜は装飾品、この3つが落ちることになってます。でこの3つは、周回のね、ドロップ報酬でもゲットできるので、防具をね周回してこういう風に、減突して、70レベルまで上げることができますと。でさらにパッシブスキルはね、この7分の1ってなってるので、最大レベルも減突で上げることができます。でスキルレベルは普通に奇跡で上げてもらうことになるんですけど、これ7って書いてあるんですけど、9まで上がります。ただ6レベルからめちゃくちゃスキルレベルが上がりにくくなるので、限界突破が終わったからといって周回が終わるってことは多分ないです。なので最大9になるまで頑張って、防具を集めて食わす、それを5つ分やるっていうクエストになってます。はい、かなりね性能もよくね、総合値、戦闘力も上げやすいので、このイベントは周回してもらうのがいいかなって思います。あとは他の報酬もありますね。ごめんなさい、急にゲームが落ちました。はい、解説はねできたので、次は立ち回りやっていきましょう。こちらねもうオートでクリアできる人もいると思うんですが、やっていきます。でね、総合力戦闘値はペフンレベル2なら2万あれば超安定って感じ。1万8000台ぐらいでも他の方が強ければ、全然周回できますね。しかも最近はもうね、みんな2万超えぐらいが入ってきてくれるようになっているので、初心者の方も非常にクリアできやすいのかなって思います。それではペフン行きましょう。僕は剣術でやってまいります。結局総合値上げちゃえば剣術が一番速くなってしまうので、あと青銅で入ればクリアも安定しますね。護術で入るもありです。でまずこのモヤモヤが来たら後ろに下がります。剣術はねこのクリティカル上昇のフォーチュンカード非常に役立つので、フォーチュンカードと組み合わせてこういう風にミトラ武器でガツンとダメージを与えてもらえればいいかなって思います。でまたモヤモヤが来るの待ちの後ろ下がって、クリティカル上げる、で機械属性で叩くっていう感じになります。でもう一個ね、後ろに下がれる武器用意しておけば回るので、こういう風に、ちょっと今ヘイト取られちゃってますね。あ、でも護術の方なんでお仕事してくれてますね。これ間に合わないか、 OK 風にミトラ武器を主流にダメージを稼いでいく感じになりますね。他の職業の方も基本的な立ち回りは一緒で、僕は回復とかしないで、攻撃してますが、俺が攻撃してるタイミングは他の方はねそれなりのヘイト集め、古術師だったらヘイト集めになりますし、聖道士だったら回復みたいになりますね。でガツンとダメージを与える。で剣術の方おすすめの武器ね、こちら非ダメージ上がってしまうんですが、余ダメージも上がるっていう武器になってます。後ろ下がってダメでしたね。こういう風に非ダメは減らしていかないといけません、後ろで。で、
4ダメ上昇クリティカルアップってやったらレディ入れて、ミトラの最高火力をかますと。こちらガツンとダメージ出るんで、剣術の方はねやってみてください。別にレインボーじゃなくてもレジェンダリーじゃなくても同じ効果を持つ武器あるので、ボックスもう一回見てもらって確認するのがいいかもしれません。スキル自体変わんないですよね。ステータスは変わってしまうんですけど、ただね、レアさんの方が幻突しやすかったりするメリットもありますから、全然あのレジェンダリーが出ないからといって悲観することはございません。すごい火力ですね、下の方って感じでクリアできますね。これね、青箱落ちると、ドロップできたって形になるんで、これで幻突をしていく、かつ報酬もね、周回報酬もあるので、それで幻突していけばいいかなって思います。はい、ペフンの攻略は以上になります。本日の動画も以上になります。ご視聴ありがとうございました。遊びに捨てた僕には資格を増すもんない。